さんの給料OK です、いきます。そう、大きいチーズついてます。美味しそうなんか言ってる。なんとかします。本当に大丈夫、大丈夫。スケジュール中にたくさん書いてるから日記がこれ読み上げるわ。いただきます。放送前のフォトタイム放送局シーズン2パート4。
欲しいと思わないけどさ、例えば彼氏とか、恋人じゃないですか、絶対欲しい。それでさ、これくれなかったら何怒るよ、何ってなるよ、絶対怒るよ、何してんのってなります。なりますね。なりますか。なりますよ。そうですか。当たり前みたいなもんじゃん。あげたの彼氏だったらね、知っててくれるもんじゃん。そうなんですか。違うんですか。ちょっとホワイトデーにさ、え、そう、いや、わかんないけど、そういうもんじゃないの。そういうもんじゃん、絶対。そういうもんですか。いや、とりあえずベスト10のランキングの中では1位は何もいらないと思う。認めません。リンが当てちゃったんですよ。はい、リンが当てちゃったんですよ、1位。ああ、そうですね。嫌ですよ、もう。ちゃんとね、でもこれが引っ掛けなんでね。何が。え、こういうのが面白いんですよ、でも。ああ、そうですよね。そうなんですよね、うん、もう引っ掛かりません。もう引っかかりません。また何かやりますから。はい、はい、楽しみにしてます、うん、そうですね。あと何やりました。あ、さきちゃんの生誕祭がありまして、あ、そこでまああれですよね、フルーティーさんの代表曲キャプティブを、なんかちょっと言いづらそうです。キャプティブをやりました。はい、やりましたよね。やりましたよ。なんかね、ココナなんでね、自分たちの曲はね、全然練習したい。いや、一番練習しました、キャプティブ。めっちゃ張り切ってます。毎日家でめっちゃ踊ってます、ずっとひたすら。キャプティブ大好きすぎちゃう。でも、もう終わったよ。けどたまに終わったよ。好きだから趣味出たくなる。趣味、そう、めっちゃ好きなのさ。それで頑張って家で家族を盛り上げて家族にめっちゃ盛り上げてたよ、踊ってたら。ファイヤーとかやんないの、お父さん。いや、まあ、なんか何の曲みたいな、他の人のやつ聞いてんのに、え、そうなの、何みたいな、ここの曲みたいな。全然リンが妹とか湧いてくれるよ。おー、意外とね。すごいね。すごいすごいね、そんなの覚えてるんだね。覚えてる。優しいね、うん、君のダイヤモンド完璧。踊れる。踊れない。わわ、ファイヤー言ってる。見たい。面白いんだけど、まさかのね。いや、あれなんですよ、人見知りなんですよ、妹が。そうです。あ、いや、リンも人見知りです。こう見えて、こう見えて人見知りなんです。あの、リンの妹はね、俺がこう会ってもさ、俺と会ってもさ、もう何もなんか挨拶も何もしてくれない。だって専務って分かんないじゃないですか。いや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 、誰このおじさん、だって知らない人、一緒にいた時に、そういうこと、あ、どうもみたいな。でもなんかリンと似てないっていう情報が来た。来た。なんかね、どういうの、さくらが見たのか分かんないけど、ママとは連れてきた。あ、そうだ、雪祭りの日ね。そう、全然なんかリンちゃんと違うねって言ってて、出ないんですよ。そう、違うんだと思って。でも声は同じです。電話でなんかばあちゃんとかが間違います。どっちだいみたいな、一体どっちなんだいってなります。違う、ママも間違えます。ママもどっちなんだいってなります。そうなんです。そして、はい、次ですか。はい、そうですねまあそんなもんですか。まあかのんちゃんの生誕祭もありましたし、アイドルバスケットも出ましたね。そうですね、モール、ココナさん初のモール。そうですね、モールどうでした。すごかった、ね、やっぱミラーボールのことしか言わないから。ミラーボールやねん、すごいね。なんかすごくて言ってた、感想して言えないし、どうする。ミラーボールやねん。わ、ミラーボールだ。そうなんですよ。はい、はい、まあそんなとこですかね。そんなとこですか。あとはもう個人的なことです。なるほど、個人的な、ね、なるほど。なんかここだわ、あの注射を。ああ、どうしたの。え、なんか、何したんですか。なんか検査しなきゃいけなかったらしくて、それでなんか献血で血ブジュって取られた。え、取れた。すごい。それで失敗めっちゃされて、3箇所いっぱい取れた。失敗、え、失敗された。お金請求しない。ありえない。いいの。いや、できない。ありえない。え、やばい。けどうち一回入院した時もなんか血取るの一回目失敗されて、なんか泡いっぱいブジュ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 ってなって、運悪いんじゃない。けここから取るのやめてほしかった、本当に。ここマジで痛いから。うん、あれ分かるよ。だってさ、ここから血取れるの。痛い、やめよう。そういう話本当に無理、ね、取れるのさ。え、取れなくない。だってこっちの方が血管細くない。え、こっち失敗してさ、次こっち行くかなと思ったらさ、こっち行くからさ、えって思ったのさ。うん、大変。全然取れなかった。
車やだ。え、もう駐車しないよね。え、しないの。するよ。なんかさ、しないの。え、よっぽど健康ならしなくない。え、けどするしょ、この先。え、だってよくいろんな病気あるじゃん。え、しないよ。しないよ。え、インフルエンザのやつは絶対しないよ。あ、注射、それ以外なんかある。なんか大人になってからさ、注射すること。え、なんか絶対なんだけど。熱出たら。いや、熱出さない。いや、でもなんか熱出さない。なんかね、なんかガンとかなったの。こう、プチュって。プチュって。めっちゃ、なんかめっちゃ開けたらね。あ、そう、めっちゃ開けたら、それはあるかもしれない。それしょうがない。それしょうがない。若返るために。うん、若返れないか。献血とかさ、献血しないのあるじゃん。献血B 型の方探してますみたいな。え、なんかこの前見たら全部の血液型が足りないのって。見た見たよ。え、なんかよくさ、街のさ、絶対足りてるよ。さ、え、そうなの。足りてる。足りてないかもしれないけど、全部もそうだよね。足りないじゃない。行ってくれば。私もお菓子もらえる。え、なんか、ね、行ってきたいなと思うんだけど、本当に注射屋さんだよね。同じ目に遭える。でも食べれるよ。え、食べれても、めっちゃ食べれるんだよね。いや、いいわ。だって友達ね、学校帰るとかに普通に行ってた。へぇ、献血行ってくる。いいけどさ、食べれるよりさ、自分が何かなった時さ、優先的に血もらえるの嬉しくない？ん？優先的に血もらえるじゃん。うん。あ、そうだね。それが一番魅力的じゃない？そうじゃないかな。あ、事故った時に血液がなくなって登録してた星見心さんを使ってくれるってこと。だから自分が故障した時に故障故障ロボットみたいな自分が何だろうね、そういうこと。そうなんだ。そうだよね。今よく考えたらそうだ。よくない？良いね。絶対何かあると思うから。ダメないわ。ないかな。え、だって健康的に死ぬ人いなくない？え、だって事故ぐらいしかない。何この話。おかしい。めっちゃ、え、でも気になるね。気になる。調べ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 る。そしてあやちゃんはね、髪を切りましたね。いや、そうだ。おー、え、それ言ってないか。え、言ったよ、前言いましたよ。気づいたよ。え、うるさいよ。やだ、うるさい。気づいたよ。え、でも、聞いてください。うん、学校でなんか靴箱の掃除だったんですよ。でやってて、なんかなんか菊池なんか清掃だったなって思いました。いいじゃん。えーと思って。良いわ。嬉しかった。あと、お前清掃だよ。本当にありがとう。なんかお前なんか化粧水方がいいぞって言ってめっちゃ言われたんですよ。え、なんかそうだよ。そう、うん、で、見つかったらラガンできたら。いや、行かないよ。さっきなんか2人で長くて、いや、なんかいいかな。違うのさ、長にするって言ってました。どうしたの。違うの、あのね、カラコンやっぱね、目悪くてもう真っ赤になっちゃうから。そうだよ。カラコンアレルギーなんですよ。よね。そうなんです。でもしちゃうんですよね。カラコンアレルギーってやばくないですか。コンタクトアレルギーなの。あ、コンタクトアレルギー。コンタクトアレルギー。え、したっけ、目悪くならないの。悪い。悪いよね。悪いけど眼鏡で頑張んなきゃね。眼鏡あんまかけないからね。勉強あんましないからちゃんとね。確かにね。確かにね。すごい勉強熱心にやってない。そうだね。見えるでしょ。そう。見えない。見える。見える。おい、わわわわわ。なんだっけ？何の話？目の話で。そう。目。あ、そう、カラコンだ。カラコン。通知表も書いてきたさ。おお、どうでした？おお、良い。大体よい。そうだけ。それ小学生じゃない？そうか。うん。十段階じゃん。なんだっけ。五か。五だ。十段階のミス。十なんだ。そう。そう、書道ね、十段階だったの。十だよ。十だ。十だ。聞いてないじゃん。書道がどうしたんだい？書道がどうしちゃうの？書道だけ一番書道がすごい級だったさ。おお。ええ。聞いて。あね、国語全部ね、国語系の全部三だった。いいじゃん。けど別に。だから二だ。二だ。勝てない。よく。え、十段階だから。よくないでしょ。やばい、やばい、やばいよ。十段階だったら一に近い。やばいか。だからね、やばい。富士山セーフだったねって言われたの。いいっしょ、セーフだよ。セーフでいいでしょ。だからなんかね、すごい。平和じゃん。あとね、なんかね、その愛の先生ね、ちょっとおかしいっていうか、天然っていうか、ちょっとそういう感じのさ。で、なんか、そう、愛より、愛よりすごいのさ。それでなんか。帰る時に、あやが戻る時に、菊池さん、3年生の時化粧してこないでくださいって、なんか真顔で言われて。あやだけに。そう、あやだけっていうか、こっそり。
それやばい、それやばい、3よりやばいと思う。なんかそういうちゃんと見てるんだなと思った、そういうなんか見てるっぽい人でも。バカにしてる。違う、見てる、下に見てる。いや、本当に。いや、違う、存在感消してるからさ、いつも。いや、意外と存在際立ってる。いや、問題児だって聞いたよ。いや、違う、本当に違う。この問題児けど、あの学校では目立たないようにしてるんですよ。いや、それが目立ってるよね。だからもうこういう感じで存在が目立ってるよ。いや、違うのさ、うん、なんか発射してるもん。目つけてる先生いっぱいいるえ、そう、いると思う。ライバルだから、ライバルライバル、先生。うん、確かに。ある見方いないから、あんまり青春だよ。青春今だから言える青春、今だから言えるんだよ、これから青春。そう、もう絶叫終わったもんね、もうブランドじゃないもんね。まあね、かわいそうに。いいんだ、大人だからさ。大人だから。違うよ、違うよ、ね、バカに、バカにできるわ。え、なんかうちらはね、え、うち大学生、学生ブランド何ですか、わかんない。なんだろう。なんだろう。JK だから JK。JK。D A D D D S。D D。大学生 D S。Yeah。あ、違う。J K K か。D K だ。D K。大学生女子。おお。大学女子。え。大学生女子。D D。D D。D K。D D だ、 D D やで、 D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  で、じゃあ Y でどういうこと。何なんで Y にしたの。わけわかんない、なんで Y。 ちょっとどういうこと。謎なんだ、どういう間違い。いや、なんかこれやりやすいだと思ったの。あ、I で、I で、私間を取って I にしました。失礼しました。カットです。そうですよ。あ、いいね、この髪型いいと思うさ。なんか、え、なんかさ、見分けつくじゃん。顔が見分けつくよ。みんな、なんかちょっと見分けつくよ。D はね、デコ出した方がいいって結構みんなに言われる。言われないです、せめて。お母さんも言うでしょ、お母さん。あ、お母さんも言います。結構二人ぐらい。あも言ってるよ、ファンの人もさ、何人か言ってたじゃん。言ってた。いや、たまにはいいね、的な。いや、寄せ違いするよ。ちょっと変えたから、ちょっとね、ほら褒めてくれるだけですよ。ほら、ここにもほら、その方がいいって言ってる。本当にほら、みんなもデコ出してるよ、ほら。デコ出してる。なんか、ね、リスペクトされてる。みんな、良かったね。みんな、ありがとうございます。すごいらしい。じゃあ、これ流行らせます。みんなでデコ出すか。そうします。でも、おデコ広くてちょっとあれなんですよね。嫌なんですけどね。でも、元気っぽくない？おデコ好きじゃないですね、おデコ。はい。そうです。たまにしますね。何ですかそれ。それ何ですか。あ、これあのなんかちょっと説明してください。あ、妹がなんか、あれ妹がなんか友達の誕生日プレゼント買わなきゃいけないって言って、なんかママとなんかその友達の誕生日を買いに行ったんですよ。でなんかホームセンターみたいな。で、してなんか友達の誕生日プレゼント買いに行ったと思ったら、なんかそのなんかこんなの買ってきて、熊の被り物も買ってきて、なんか半額だったらしいです。女の子もいるらしいですよ。でもなんかリボンが邪魔だったからこれにしたって言って、なんか2000円もするんですよ。なんか1000円で買えたらしいです。安くないですか。邪魔くさいじゃん。え、だからこれめっちゃ寝るときめっちゃ便利ですよ。顔隠したいじゃないですか、寝るときって。リン、寝るとき顔隠すんですよ、ちゃんとこうやって埋まって寝るんですよ。そういう方にはおすすめですね。これかぶって寝るとやっぱ顔見られないじゃないですか、誰も。しかもこれ息できるんですよ。空間があるんですよ、ちょっと。だからこうスースーできるんですよ。だから分かります。しかもここにちょっと見えるところがあるから、起きてちゃんと周りも見渡せるっていう優れものです。どうです。いや、本当にいいと思う。うちマジで欲しくなったもん、それ。なんで？え、めっちゃよくない？てかさ、別にさ、寝顔誰に見せるわけでもないからさ、よくない？え、寝れないのさ。誰かに見られる？え、誰かに見られる？寝れないのさ、なんか、覆われないと寝れ
え、てか普通に寝顔とかじゃなくてさ、それかぶってなんか歩きたくない？めっちゃ面白くない？え、なんか、そんなじゃないよ。え、つらいか面白くない？相手のハンドみたい。例えばコンビニとか行ってさ、どんな感じで楽しくない？いや、でもさ、ここなんてさ、止まったりするじゃん。ちゃんと変装してくるでしょ。いつも変な格好してくる。そう、周りのね、様子をなんかね、すごい楽しむ。ディズニーに行かないのにディズニー行くような感じで、ミッキーちゃんつけて、サングラスかけて、サングラスかけてで、なんかヒョウ柄のマフラーしてで、ちょっと遊んじゃうよね。そう、そう、テンション上げてこうって。皆さんもぜひやってみてください。まとめたね、楽しいですよ、やってみてください。本当になんかちょっとおかしいだろうってドッキリみたいな感じですよ。いつもと違う自分になれるみたいな、ね、やってみて。あや絶対だって、あやだってさ、そういうことやってる人周りにいないよ。いや団体で行くもさ、団体でみんな見にちゃんとつけて、うん、変な格好してもさ、うん、やってみるわ。でも楽しいよ。でも近くのコミュニティ意外とね、知ってる人いっぱいいるんだよね。うん、知ってる人いたらね、なんかあ、こんにちはって感じ。そんなに普通の対応されてるのさ、逆に向こうがおかしいんじゃないかみたいな感じ。全身緑の人たちにも何も言われないし、何もね、うん、それはね、言っていい？いなくなったらだよ。え普通だと思われてるのかな。もう、常識みたいになってるのかな。うん、うちらがそう、いないもん、ダメだもん。でも中でもおかしいよね。うん、まあね、おかしいのにおかしくないのさ。いや、おかしいおかしいから、でもおかしいけど楽しいからやってみてください。はい、ココナはさ、あのディンの家にさ、ちょいちょい行ってんの？なんかブログ見てたらさ、なんか行ってきたとかって。え、けどどうだろうね、最近は来ないです。昔は結構行ってたよ。昔もう毎日来てましたね。なんで行ってたんだよ。本当に毎日来てました。でもあれなんですよ、ディフンはここに住んでたよね、うちにね。そうだね、そうだ、うちもう住んでた。住んでました。毎日だ。え、けどディフンはここなの家に行けなかったんでしょ。え、なんかここなの部屋面白くないんですよ。来たことあるよね。本当面白くない、ね、ない、ね、何もないよ。なんか人生ゲームするぐらいしかないから本当になんか部屋の雰囲気でちょっと変わらないですか。なんか会話が弾む部屋とかあるじゃないですか。ここの部屋行っても2人ともなんかシーンってなんか寝る部屋なんで、そう、癒しの空間にしてるから顔がシーンそう、はっちゃけるとこじゃないから、元気な部屋じゃないから。そう、あれ、ここでの家だっけ、あの、なんか触ったら怒られるっていう、僕その顔触らないでとか。違う、違う、違う人が。違いますよ、違いますよ違いますよ。違いますか。そう、まあ、リンの家でしか遊ばないそうだね、リンの家って本当別の友達でもリンの家にならない。なんか最終的にリンの家みたいに。そうですね、リンの家はいいんですか。なんかいいものがあるし、何もないです。でかくない？なんかこれぐらいの大きさない？え、これぐらいの、え、これの、これ持ったしょ、ここからここから向こうぐらいえ、けどめっちゃリンの部屋でかいんです。いや、でかくないんですよ。めっちゃでかいんですよ、普通と違うの、ね、いや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 、なんか開放感に溢れてるよね。え、でも私部屋使わないんですよ。あ、ベランダあります。部屋使わないんですけど、使わないからもう納期なんですよ。服の入れ物みたいなの部屋が、そこも寝ないんです。寝ないで寝る部屋で寝てるし、ほんと服取りに行くしか使わないんで、だからそう感じるんじゃないかな。けどなのにベッド買ったよね。ベッドある、うん、使ってるところで、ね、使うから買ってって言って買ってもらったんですけど、一人で寝れないんですよ。だから、すごいね。だから、友達来た時に友達を寝かせるベッドみたいな。なんかで、そこであんま寝たことないって。一回ぐらいしか寝たことない。床で寝てます、友達来て。最近俺もあんまりベッドで寝てないですね。全部ソファでしょ。え、全部さ、ベッドないじゃん。布団1個しかないじゃん。いいんじゃない、ね、別に。え、なんか違う、なんか買えないってことすごかったの。え、1個じゃない、え、違ったのよ。いや、触れないでください。触れたもんね、あやでしょ、あやが触れてるびっくりしたもん、触れたのあやじゃん。確かにね、俺はね、ソファーでもう毎日寝てますからね生活感が溢れる部屋で。そうですね、でも汚いです、汚いよね、その部屋。ちょっともうちょい片付けじゃないよね、物がね、服とか捨てればいいじゃん。ありすぎんだよ、うん、やばいですよ、本当に物がたくさんありすぎんだよ、うん、
なんで分かってるのにやらないんですか。捨てらんないものばっかりなんだよ。なんで。それあれですよ、ときめく、ときめかないってやるやつです。出た。よくあるやつ。ママがもう毎日やってました、ね、本も買ってる。いや、ガチですから、うちのママ。すごい。さすがだね。ときめかないって。ときめくの。めっちゃときめく。ときめくの。え、ときめく。やってください。わかりました。本もちゃんと、あ、貸しますよ、全然。大丈夫です。いや、綺麗にしてくださいよ、部屋。私たちそこでダンス練習とかしたりするんで、ね、トイレもね、ね、秋、ね、トイレね、トイレ家でダンス練習しますよ。トイレさ、あれ、綺麗ですかって聞くんですよ。汚いって言われたから使わなかった。今日汚い言われたから、じゃあいいですって絶対使いたくないと思って。いや、でも汚かったからちゃんと洗ってください。洗ってください。洗います。でも久々ですよね。そうですね。そしていろいろ決めたことがあるんですよね。そうだね、あれか、あれだ、もうあれ入っちゃう、ね、あれの感じか。いろいろ決めたことがあるんですよね。まずですね、はい、まあいろいろ決めたんですけれど、ファンの皆さんにちょっと関係あるのは、いろいろグッズを作りましょうっていうところだよね。作ります。作りましょうっていうところでね、決めたもんね。そうですね、そうだね。なんかあんまりでも発表できないようなことばっかり何を言ってんのか分かんなかった。何も言えない、セムしか言えない。だからね、最後のね、締めのあの言葉って何を言えばいいんだろうね。何言っていいの。え、じゃあ宣言しない。したっけ、さっちゃんも頑張れるじゃん。分かった。宣言、何宣言する。進化する。何何何何。具体的に、具体的に、セムがまとめて。でも具体的には言えないけど、でも東京行きますよね。夏に東京行くって言ってますよ。これ言っていいの。全部行くの。何しに東京に行くかわかんないけど、東京行きますよ。8月までに言ったら頑張れるじゃん。ストイックに行こう。8月か12月ぐらいまでに。それ何がすぐ行っちゃうの。ストイックところ頑張れるじゃん。それまでにさ、ファン言っちゃったから頑張らってなるじゃん。うん、なるなる。何がすぐ言っちゃダメだよ。なんで。だってさ、もう言っちゃダメだよって言ったら、もうダメだよ、もう言っちゃったかも、終わりの。何やつって言っちゃったからね。もう言っちゃったでしょ。ダメでしょ。どうする、もうカット、カットしてもらう。カットしよう、カット、カット。カット、カット、カット。頑張るですよね。頑張りますよ。いや、何かさ、だから、多分、みんなびっくりすると思う、きっと。ね、あのね、驚きね、早いみたいな。びっくりさせます。頑張ろうね。うん、飽きないよね、多分。新曲もね、新曲ね、今日はレコーディングじゃないなっていうの。あ、枯れたですね。枯れたってくださ い、ね、いい曲やで。めっちゃいい曲、めっちゃいいよな。めっちゃいい曲やで。はい、一応ですね、その新曲は、まあ、それ言っていいじゃん。おお、いいね。はい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 、はいはい、どうも、はい、4月12日お披露目です。よっ、これ言ったらさ、頑張るじゃん。12日までにお披露目しなきゃ頑張ろうって、そういうことですよね。頑張ろう、頑張る、頑張ろう。オリジナル曲ですよね。オリジナル曲ですよ、カバーじゃないよ。ハッピーデイズに続ける、うん、3曲目の歌詞作でも3曲目がめっちゃいいと思う。ね、めっちゃいい、ね、ハッピー今までで一番いいと思う。本当思う、それ一番好き。ハッピーデイズね、ダメなの、あんま好きじゃない。すごく俺は作れられたよね。ハッピーデイズ、やっぱりビキニアキャルゲッチュだからね。最初ね、ビキニアリューゲッチュかわいそうせんのよ。かわいそうせんのよ。ビデオダイヤモンドは名曲じゃないですか。だってさ、すごいやってるよね。あれは、名曲だと思いますよ。名曲ですよね。歌詞がいいですよ。でも超えたよ、今日。いや、超えた、超えた、本当に超えたと思う。本当？うん、だって全然いいと思う。え、君のダイヤモンドの方が好きですか。俺、君のダイヤモンドの方が好き。そう。でもね、みんな好きになるんだって、そうじゃない。そして、今度の新曲はですね、今まで、
まあ、自分たちで振りを考えてたんだけど、あ、そうだよ、今度はね、ちょっとクオリティ高いですよ、ちゃんとした先生にちょっと頼んでね、振り付けしてもらおうと、話が進んでます。はい、はい、しっかり言うこと聞いて頑張りますそうだね、何が初めてじゃん、なんか教えてもらうの初めてじゃない。はい、いつもうちわでやってたからね。なんでもそうです。はい、私たちねダンス経験ないからね、1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね。そうですね。じゃあダメですね。あとりんちゃんはですね、あの撮影会が4月4日にそうですねあったりですね。はい、あとライブが来月もちらほらあったりですね、はいはい、まあいろいろとありますね。そしたらそろそろお時間なんで締めてください。どうぞはい、なんだっけ、ミスカラット、あっち向いた方がいい、あっち向いた方がいい、なんか面白い、あっち向いてやったら面白くない、やる、ミスカラット、ミスカラあっち向いて、あっち向いた方がいい、急だね、誰も向けなかった、やめてないじゃん、いやいや、分からなかったんだよ、急だった、今分からなかったんだよ、もう一回、2しかやってない、2しか、なんかやりますよ、2しか、あっち向いて、あっち向いて、ほい、いや、なんかそれ面白い、上を向いた人は今日一日ハッピーになりますよ、それでは来週も見てね。